美味しゅうございますね。ポン酢と生姜とみょうがだけじゃないよね、うん、食べ方ね。カツオの寿司は美味しいです。脂がと脂の程よい感じで、うん、今回食材は旬のカツオです。おお、カツオ、はい、カツオといえば、カツオといえば高知、あー、土佐ね。土佐のカツオじゃないんですよ、これ。これ気仙沼ね。気仙沼有名なんだ。気仙沼はやっぱり水揚げ多いんだよね。東京で流通してるのは宮城が多いですね。でも鹿児島はあれだもんね、カツオ節が多いけど。あ、そうね。あ、でも鹿児島のカツオもあったな、いろいろチラチラ見てたら。あ、そう、うん、あったけど、圧倒的に多いのは気仙沼さんが多かった。なるほど。うん、戻りガツオね。戻りガツオ、はい、戻りガツオってどう美味しい？戻りガツオはでも多分東北が美味しいんだと思うんだけど、宮城とか。なるほど、うん、今脂が乗った美味しい戻りガツオです。なるほど、はい。今日は、アボガドと一緒に合わせてカツオとアボガドのタルタルを作りたいと思います。どっちもサイコロ状に、一口大ぐらいのサイコロ状にしてちょっと合わせて。なるほど。もう冷菜ですね。今日は簡単なんですよね。全部カットして、うん、で、和えるだけなんで、はい、工程としてはもうどんどん切っていきましょう。なるほど、はい、叩きで売ってるのを買ったので、まあ、香ばしいのと味もついてるの で、そうじゃなかったらカツオのサク、柵を買ってもらえれば。柵の場合って殺菌殺菌？本当に生で冷凍とかかましてなかったら殺菌というよりはアニサキスとかいるかもしれない。その場合は炙ればいい。うん、炙らなくても大丈夫。まあそれを気をつけてさばいてもらうしかない。だって飲食店はそうしてるからね。目で見てわかる？あの目で見てウニっていうのがいたら取るって感じ。マジで？うん、あ、そういう目視レベルでしか探さないから。あの叩きはもう安心して食べれるから。そうです。あ、これをサイコロにしますよ。あ、細かくはしないです。食べ応えがなくなっちゃうから。高知行った時に食べたらカツオはでも美味しかったな。目の前でバッター回って。あ、そう。じゃあちょっとどんどんカットしていきますね。残りのお笑い側にもあるのよ。うん、お笑い系あんの。外国人で調理を演出があるとかね。そうそうそう。本当はね、あのマグロで作るんですよ、タルタルって。あ、そうだ、うん、本当だね。うん、本当はね。だから今日はアレンジバージョンです。本来はマグロとアボガドのタルタル。イタリアにカツオってないことはない？カツオ、カツオってないかな、見てないな。基本カツオって向こうで食べた記憶ない。うん、基本はね、マグロなんですよ、タルタル。それは聞いたことある。うん、まあ、同じくの赤身ですしね。そう、そうですね。で、しかもね、こうやって表面炙ってあってスモーキーな感じもついてるから、いつものタルタルとは違うから。アボカドですね、縦にカットして、よいしょ。で、種ね。おっとだね。あ、回んないね。イタリアはアボカドありますね。あるけど、イタリアの食べ物ではないと思う。南米のイメージがある。イメージあるよね。うん、皮むいていきますね。前の話だけど、アボカドもなかった。そうだね。いやー、普通に昔なんて見たことないよね。なかった、うん、森のバターですから。森のバター。酸化を防止してちょっと色味をこのままにしたいので、ちょっと今からレモン汁かけます。うん、ちょっと酸化を止めましょう。これ一手間が大事だよね。あの、そうすると綺麗な緑になります。そう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 、あの結局これ酸化した瞬間からさ、アボカドって黒くなっちゃうじゃん。ね。なるほど。種が入った。まあ、それは意外にシェフ知ってんだろうな。この間、神さん、ナスをアク抜きしてないって言ったけど、昨日確認したら、してるよって言った。ほら、してるんだよ。トマトをカットします。この料理簡単だから、家でもやりやすいと思う。うん、カットして混ぜるだけだね。そういうのいいよね。そう、決め手はね、あのソースになるので、4分の1カットにしましょうね。はい、次きゅうり切りますね。どっちかというとね、食感ですね。玉ねぎでも大丈夫。さらした生の玉ねぎをみじん切りにして。じゃあさらさなくていい？きゅうりも楽です。楽だし、あの生の玉ねぎ自分があんま好きじゃないから。はい、色的には緑のキュウリ綺麗だね。あのアボカドは入るとはいえキュウリ綺麗だね。アボカドも追加ね。すごいボリュームだね。はい、調味料作りましょう。まずケーパー刻みます。それぞれなんとかドレッシングって名前はあるんですか？いや、なんとかドレッシングっていう名前ないね、これは。うん、
まあオリーブオイルとバルサミコだから、ちょっと魚の臭みを消すみたいなものを追加していくっていう。じゃケーパー、刻んだケーパーね、まず、はい、次アンチョビね。2枚ぐらいあってもいいか、ちょっと割と量が多いので。これなくても別に大丈夫です。うん、あのちょっと味に深みを出したいので。オリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイル、はい、バルサミコ、あのなければ白ワインビネガーでも大丈夫。もうこれであのサラダ食べたらそれだけで美味しい。レモン汁、アンチョビの塩味からでも十分だもんね。そうなんです、はい、塩いいですか。これはね結構入っても大丈夫、この量だから。はい、便利だね、片手できるの便利だわ。で、的を外さない。胡椒、胡椒は塩ほど出ないね。はい、あー美味しそうだね、これだけで美味しそう。では、ドレッシングを合わせます。混ぜてきます。塩コショウでちょっと味を整えていきます。ちょっとオイル出しますか。はい、はい、出来上がり。ではお皿に持ってきましょう。今日はちょっとこじゃれた機材使ってセルクル、こうやって乗せて綺麗にあの円をで盛るっていう。お家だとペットボトルとか切ってカットして簡単に作れちゃう。だからあの1個カットして持っておくとこういうおしゃれな盛り方もできるから、る、ね、やってみてください。あ、確かにペットボトルできるね。そうなんです、すごいね、結構ボリュームがあるタルタルですねこれ ね、 いいね。ギュッとね押しますよ、崩れないようにね、カツオはきっちり。スススススススはい、綺麗だね。で、ここにディルちぎって、ディルね、ディル、はい、お魚のね、臭み消しのよく使いますね。仕上げです、オリーブオイル、はい、完成です。美味しゅうございますね。ポン酢と生姜とみょうがだけじゃないよね、うん、食べ方ね、洋食になりましたね。カツオの確かに美味しいです。うん、鶏ガツオ、うん、油も程よい感じで。カツオってあの食べ方しかないじゃない。だから一個こういうのがあると、いやいや、そうなんですね、あのレパートリーが広がるかもしれない。カツオもまた買って来週買おうかなとか ね、 ね、そうだね。具材はね、あの1個2個足りなくても大丈夫なんで、ね、もう正直カツオとアボカドだけでも大丈夫。そうだね、うん、ミニトマトは手に入るしかない。そうね、キュウリも手に入る。むしろそっちの方が一番いい。そうだよ、アボカドだよ。アボカドも手に入るから、もう、うん、あの本当にスーパーで手に入る食材で作れるからいいよね。ポピュラーな食材ばっかり。うん、最悪ディルはなくてもいい。うん、ディルはなくても大丈夫。ディルはなくてもいい。あ、美味しい美味しい。あ、美味しかった。あ、よかったです。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。